だから今、えー、一生懸命勉強してほしい、小学校、中学校で一生懸命勉強してほしい,というのは。さあ今日も撮っていきたいと思いますね、このそろばん YouTube チャンネルではですね365日、毎日何かしらそろばん暗算のイベントをやっております、今はですね現状、日本、えー、進行しておりまして、プレゼン大会ですね、こんなそろばん先生いたらいいなというプレゼン大会をやっております。えー 概要欄にですね、Google 本も貼っておりますので、そちらの方に入力してもらうだけで、商品にはですね、えー、プレゼントを差し上げます。あともう一本ではですね、えー、基本不定期開催なんですけど、今のところ毎週水曜日の大体夜8時ちょっと過ぎから、えー、読み上げ座、読み上げ座をやっております。条件にあって正解するとですね、そろばんカードがもらえて、14種類のカードを誰が一番最初に揃えるかというイベントをやっておりますので、ぜひまた、 あの、参加してみてください。はい。今日のテーマはですね、なんで勉強するの自分をどのように表現するかを考えるためにも学びは必要なんです。というテーマでお話していきたいと思います。えー、ゴリ先生もですね、日頃リアルな教室でですね、子供たちと触れ合う中でですね、えー、もうあるある中のあるあるなんですけど、なんで先生勉強するのなんで先生勉強しなきゃいけないのというですね、えー、問いが、えー、もう日々、 日々、<laughs> あの、飛び交っております。その時にですね、えー、まあ、確かに低学年の子たちに関して、うん、なんで勉強するかを理解してもらうっていうのはもしかしたらちょっとしんどいのかなとは思うんですけども、それでもまあ、えー、高学年の子に対してはですね、ずっと、えー、同じようなことを言い続けて、理解してもらえる時が来るんだろうなということを信じながらですね、日々言い続けてることがありますので、今回はちょっと、 えー、動画で残しておきたいなというところで作っております。えー、勉強、なんで勉強するの答え、ゴリ先生の答えはですね、自分をどのように表現するか。 勉強って表現方法だと思うんですね。自分のアピールの仕方なんですよ。音楽が得意な子に関しては、トランペットを吹く、笛を吹く、えー、ピアノを弾く、えー。とにかく自分はこんなことができるんだよ。こんなピアノの演奏ができるんだよ。こんな感情を持ってるんだよっていうの。あとは口語で言うと、それを作文にする。今回のプレゼン大会でもそうなんですけど、 こんな先生がいたらいいなというふうに自分は思ってるんですそのために作文を書くんです運動で言うとオリンピックに出るんだと自分はオリンピックに出たいんだという表現をするためには例えばそれが種目がサッカーなのか水泳なのか柔道なのかそこをやっぱり頑張りますよねで、それを学んで自分を表現するオリンピックに僕は出るんだという表現ですよね あとは当然計算が早い子、数学が得意な子、算数が得意な子に関してもそれで表現をする。あの、至るところで、例えば小学校のみんなで中学受験を考えてる子、えー、なんかはまさにそうですよね。えー、面接があるところが結構今多いと思います、中学受験で。その時ですね、面接なんて、えー、どれだけ自分を アピールするかなんですよね。えー、その中学校、なんで僕はここの中学校に入りたいんだと思ったとかですね。将来何になりたいかとか、えー、どういう考えでこの職業になりたいかとか、そういうことを、えー、アピールするわけですよ、ね。とにかく自分を表現していかなければいけないんです、世の中。基本的に社会に出てもお金を稼ぐときでもそうなんですよ。自分を表現してお金をもらうんですね。 僕私はこんな仕事でこんなレベルのことができますから意味合ったお金をくださいそのお金をくださいっていうためには 自分を表現しないと、えー、向こうもわからないわけですよね。じゃあ、ゴリ先生は何をやってくれるか。例えば、YouTube で、えー、今、ゴリ先生のチャンネルに広告ついてますよね。これも、ゴリ先生が、日々、ソロ版の情報、学習関係の情報、能力開発を、日々、アップしていきます。更新していきますよ。 大体10分前後の動画でアップしていきますよ。それに対して YouTube 側、YouTube 側は、なるほどな、このチャンネルはね、えー、これだけの視聴者がいて、これだけ見られてて、えー、こういう内容だから、じゃあ広告収入はこれぐらいね、というふうに返してくれる。 これはなんで広告収入が毎日ゴリ先生がもらえるかといったら、ゴリ先生がアピ,ールしてわけアピールしてるわけですね。自分はこういうことができますよというのを表現してるわけですよ。基に大学もそうですよね。大学行くときも、えー、この大学にはこういうことを学びたい。僕はこういうことを学びたい。だから高校まではこういう学問をずっと積み上げてきたんだよ。これだけの、えー、力量があるから入れさせてください。そして学びさせてくださいというのを アピールして。 OK が出た方は入れるというような流れなんですよね。だけ自分を表現するのは分かったと自分の表現、えー、をするために、えー、学ぶんですよ。全科目そうなんですよ。全科目そうなんです。無駄な科目はないんですよね。体育だろうが、高校だろうが、算数だろうが、社会だろうが、理科だろうが、すべてアピールする場があるんですよね。その時に、じゃあ、えー、表現するためには、表現するためには、アウトプットするためには、必ずまず、 アウトプットを表現するために必ずまずインプットが必要なんですよ。インプット。まず自分の中に情報を入れることなんですよ。それが今みんなが小学校や中学生でやっているインプットというのは教科書を見ながら先生が黒板に書いたことをこうノートにまとめながらそれをインプットする時間なんですよ。だからめちゃくちゃ大事なんですよ。小学校、中学校がですね。だから全く意味がないわけではなくてめちゃくちゃ大切な時期なんです。 自分が表現するため、アウトプットするためには、必ずまずその大前提として学ぶ。い自分の中に一回入れてから、それを理解して、さらに経験値と兼ね合わせて、えー、自分の経験とも合わせながら、こんな経験をしたからこういうのが必要になったんだ。だからあの時の学びは大事だったんだよというのを、こうやってチャンネルで話せる。アウトプットできるというのは、必ず面接の時は作文を書くにしてもそう。音楽を自分の表現で歌を を歌う、えー、笛を鳴らす、ピアノを弾く、それも必ずまず楽譜を読むところから、えー、これはどういうような、えー、楽譜なのか、リズムなのか、えー、というのを必ずまずインプットしますよね、サッカーや野球だってそうですね、プロ野球選手になるんだ、じゃあまず野球、どうやって遠くにバット,を、えー、バットであって、どの角度であったらどうやって遠くに飛ばせるか。 それをまずコーチとか監督から学ぶわけですよね。で、それを今実践して、あこういうところを修正しながら、必ずインプットがあるわけです。どのアウトプット、どの表現、ど,どうやって自分を表現するかみんなが得意なものを選べばいいんです。音楽なのか、学問なのか、スポーツなのか、運動なのか、何でもいいです。表現は自分の得意なもので、どん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 世に表現していけばいいわけですよね。ただ、表現をするためには、 必ず、必ずまずインプット。自分の中に、えー、基礎の知識を入れなければいけないというのが必要になる。じゃあ、その基礎の知識っていうのは今でしょ。今なんです。小学校や中学校。えー、まあ、当然高校、大学と続いていくわけですけども、まあ、もっと言うとゴリ先生の50になってもまだゴリ先生は本読んだりしてますから、インプットっていうのはもう日々。 これからずっと付き合うわけですよね。で、このインプットとアウトプットをずっと人生では繰り返していく。で、その自分の表現、アウトプットに対してお金が発生する。で、そのお金で生活や時間、自分の時間を確保する。というふうに、ゴリ先生は思っております。だから今、一生懸命勉強してほしい。小学校、中学校で一生懸命勉強してほしいというのは、アウトプット。 自分の表現の質を高めるため。ゴリ先生がもっと表現が上手かったら、チャンネル登録、この、今の数字ではないと思うんですよね。それこそ、万だの、十万だのって言ってしまえば、さらに YouTube 側からその評価の対価としては高かったはずなんですけど、これはゴリ先生のまだまだ勉強不足ですよね。えー、もっともっとインプットの質を、え、インプットの量と質を高め、インプットの量を高めて、 アウトプットの質を高めていこうかなというふうに思っております。だからみんなもですね、自分の表現を磨くためにはですね、やっぱりまずは絶対的なインプット、勉強、基礎の学習なんですよ。それが今、小学校、中学校で大事なんです。このインプットさえしっかりしておけば、大人になった時に、インプットの積み上げてた教養をうまく磨いてアウトプットに変えていく。そうすると、 表現がうまいねという評価を周りからもらったときに、それがゴリ先生の場合は金銭に変わるんだろうな。で、その金銭で自分の時間を確保して好きなことをやる。それがゴリ先生は、えー、自分の人生だというふうに思っております。ですからですね、えー、一生懸命、今は本当にあ頑張ってほしいなというふうに思っております。そうは言ってもね、そうは言ってもね、なかなか小学校でね、えー、何言ってんだって話だとは思うんですけどね。 ぜひもし保護者の方がご覧になられてたらですね、うまくちょっと、えー、ゴリ先生が説明できなかった部分もあると思いますんで、えー、うまくちょっとお子様に伝えてもらえればな、助けていただければな、というふうに思っております。はい、こんな感じでですね、え、今まで通りま、え、毎日ですね、頑張ってゴリ先生も、え、自分の表現をしていきたいと思いますので、え、またリクエストもあればですね、で、えー、ぜひコメントを入れておいてください。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。